はい、では、1回戦最後の試合の、決勝戦ですね、大阪のランレボさんと今回遠征に来ていただいたジタンさんの類の対戦ですね。さあ、まあ、この組み合わせ一応、まあ、有利不利ですから、まあ、断然類有利ですね。さあ、こっからさあ、ここでワンコンでもうすでに半分ない。さあ、オービットで切り返そう。さあ、ここでバーワンコン。さあ、これはコンボリー。まあ、ここはちょっと前の管理難しいですね。さあ、どっちで切り返していくか。さあ、EX ナックルから突撃して本拳拾い直しの昇竜で、まず1本はガンデボ光る。これがランデボヒカルです。カルシキャラです、これは。さあ、どっちを前提にかわす。さあ、どっちでラインを上げていく。さあ、ズザザザザで近寄るも。さあ、サクハン B で。踏み踏み当たらず。さあ、ここでさあ、ルイはゲージマックスだが、さあ、この EX マックスを2回挟んで、3回挟んでのさあ、ダブルエリアルでこのヘリである。さあ、こっからさあ、投げて、さあ、これおーっとーっと、しかし意外と着地コースが短い。さあ、勝利で暴れて、さあ、カウンター、これは惜しいと思ったらコンボです。さあ、どっちもワンコンで死ぬ。さあ、オービット、これ本当格段取れないですね。ああ、勝利で暴れてしまう。あーっと、まあまあ、これはどうよ、知りますからね。はい、いや、あれ間に合う。さあ、これで 1-1。 さあ、このまんまルイが取って終わるのか。さあ、これ事故ったら、こ、勝者がもうかかってる。あー、見込まんかったら終わっちゃう。さあ、ランレボスペシャル発動。あー、すごい。どうしたランレボ。さあ、さあ、これワンチャンあるよ。が、しかしルイはオービット超投げ必要なんで、ここからではどこかでも知らないですね。さあ、さあ、ダブルエリアルですけど、さすがにオーバーヒート中なんで、これは減らない。さあ、ルイまだワンチャンある。あー、中段が当たる。が、しかしこれは多分死な、いや、死なない、死にません。さあ、さすが、これがルイヤ。さあ、ミスランだったら終わる。さあ、けど何回でルイヤが死んだ、勝ったのはランナーボさんで、決定戦ですかね。決定戦です。さあ、ジタンさん、あんな光るだそうです。これが、関西ナンバーワンの光るです。てか、もう実は簡単ナンバーワンです、これが。あ、ここや。手出してる。はい、決定戦ですね。ソバさんの錦丹とランレボさんの俺だ。さあ、これ、まあ、立ち回りはやっぱり錦丹の方が強いんですかね、これ。
さあ、コンボ。さあ、中段が通って。さすがにしくない。柔らけー。そしてもうピオリチがおかしいこと言ってた。ピオった。ひどい。これがカオスそうだよ。いや、さあ、さあ、ここでタクティカルを振るこの男。さすがとしか言いようがない。言うな。さあ、今度はギャグに一番が攻めていく。やっぱりゲージがないと、ゲージあっても安いですね、ゲージ剥がんかったら。さあ、EX ファイルから。てか、わかんねえ、わかんねえや、錦さん。さあ、超投げ込んで、メスターズ必死。さあ、ダブルエリアで分け割って、このヘリである。さあ、通常投げから、ダブルエリアで行かず。おーっと、EX 入ってるぞ、これで 1-1。おー、これは面白い。やっぱ立ち回りはだんだんやっぱ錦さんの方が強いですね。さあ、ゲージ状況はジャックカルランニボより。さあ、トマホークで牽制しつつ、別襲で、あーっと、突撃襲。さあ、威力下がったというこのヘリ。さあ、じっくりと立ち回っていく。さあ、ゲージ状況はほぼ互角やね。さあ、このほんまジャン A が強すぎる。インファイター系はあれ振られるだけでほんま近づけないです。あーっと、これは見さなければ。お疲れ様でした。はい、フォアッチャーから転生、あ、もう一丁やって転生と思ったらフラ返り死んじゃった。で、勝ったのはペインチーム。だいぶ危なかったですでも必死でしたよでは続きまして準決勝いきましょう。ブラックミラーバーです、パンパイラカンチーム。サード大会で俺もそうやったから優勝したからやってないのに。パンコヨーパンさんチーム、じゃあ先方聞きます。はい、じゃあ残念ですよ。席決まってる？席決まってる？最初はグー、じゃんけん、そんな消えれんでも。はい、3分は岩田ボードのブロック。で次これか、めんどくさそして次は PTC 異次元である。いいゲームだね。いいゲームだよ。先方戦、ヨナタンボールスブロック。立ち回りなんですが、さっきから言ってますが、サリアにこういうゲージがあるのに対してこういうゲージがない、クティア。そしてゲージ出てください、あのゲージの落差、あれひどいよ。マジでダブルブロードが残してなかったと思うんですけどね。探し当たって、ブロックを承認する。あっ、選んだ。そのままずれて、あのようなガード中に出たら4個でしたね。エリアル取って、あ、今だ。
めえ。うるせえよ。投げて持続当てから、このイッパー選手をブロック。おっと、ちょっとあのしゃがみにかけにしろ。あ、ごめん、ダメージ取ってって。なんでクティーラのゲージ無尽蔵であるの。もう2本あるぜ。立ち回りで削らないといけないセリアなんですが、立ち回りはクティーラの方が優秀というね。これセリアいいとこなしですよ。あーがる。最後は白子大将戦。あれあざとい、あれあざとい、見ないよ、あざとい、あれあざとい。さあスタートしました。さて、この試合割りかしやるんですが、やりにくいんちゃいますかね。さすがにミサイル横飛ばしてくるんで、バックステップコステタ正解。ちょっとでも離れてもらえばね、もうウイルッとしてれば痛い攻撃もらえないんですよ、セリア戦って。あーレフマー、あうちミサイル掘ってこない。ゲージ2本動いてラーメン取りに行った。どうしよう、ね、しかしセリアが2本ゲージがある。まだ分からない。さあ、単語引き込まれる、引き込まった。最後はラズマ、ブレイル、そしてオフトレイラズマ、あれ強いよね。交渉で通って、あ、ミスか。あのセリアの人形欲しいねんな。あーあああ、刺さって、ここでミネガエクシード発動。よちょっと強い、あの私は強い。攻め気を削ぎますよね、あのさ。オーバーヒートだから増えない。そしてまたこの読み合いバックズッパクとして2位、徐々にミネが追い詰めていく。そしてリードしてもう無理はしなくていい。バッタバックダブル逃げる。あ、やった。
ゲージを見ねえより交渉バレコよ、ボンボン画面押し投げが通る、団子がリード、噛み合ってバックラッシュにブーストを引っ掛け、そしてセリアのゲージがそろそろ3本、あーちょっと追い返して、あーコウムさんちょっとまずい体力、しかしあの昨日がすげえ邪魔、どうやったらだろう、俺は今度邪魔になるんだ、あれにうなずいたら俺のサーブのリードこれで落ちてくれる、まあそうですね、死んだら戻る方がいい、ミスった、これでパンコがハーブの有利な状況、ドリー追い返す、投げが噛み合って、しかしパンコ、あ、ミリはここは勝った、ミス加速った、暴れて暴れて残りパンコが30秒、これで立ち回りをまさかけた、それが何なんだ、さあ大将戦、え？さあ時短さんと僕と中野像がおったらもうちょいテンション高いんやろうけどね。いや原作は普通涼しいです。あそこがおかしい、大将戦タンコバーズブラック全然関係ないですけど、ワンチャン年末僕中根行こうかなとかちょっと思ってたんですよね、まあどうしようまだ迷ってますけど、センター取ったのバック、そしたらとも違ういい動き、あそしてここに引き込まれたがバント美味しくいただけない、引っ掛けてダイレクトバック、先に一緒が見せる、決して、ほんとずるいこれデスクライがブラッドボーイですよこれ、あーっとこれがやった、しかし消しがございますね、別荘ね、マジデスクライがブラッドボーイ、これさらにリスクないね、ただ体力減らへんもんこれあっちは体力減るじゃないあれ誰でしょあのほど当てなくてもその継続できるくせ完全無敵なんだよ、あれね、止め今のは甘い、まあまあ甘いな、一発のブロック、まあ甘いな、まあ甘いな、曲を積極的に煽るスタイルです、固めろ固めろ、おいしい、消えた、あばらきだブラックのところにあばらきだ、おら何が見えた投げを取る、体力がブロック、あーブロック、そこで決心したかった、
ゲイのためにシフトの炭鉱とかね、ゲイでもない。さあ、タクシーとかあれば。うざい、めっちゃ笑っとるで。聞いたことない、よく笑われないから今の。さあ、炭鉱とかでもない。さあ、もう下にして。Winner!